世界的な論争を巻き起こし、政界にも余波が及んでいた騒動が新展開を迎えた。現地時間8月11日、国際オリンピック連盟、IOC は、パリ五輪の体操女子種目別床でジョーダン・チャイルズ、米国、が獲得していた銅メダルをルーマニアのアナバルボスに授与すると発表した。画像、ドラマ「相次ぐパリ五輪」の引きこもごもを厳選フォトでチェック。 IOC も結果を覆す、まさに異例の展開だ。そもそも波乱メーター一大騒動だった。去る8月7日に行われた体操女子種目別床でチャイルズの最終試技が終わり、3位が確定したバルボスが歓喜のおたけびを上げた直後だった。米国側が採点の見直しを要求。これによって、13.666点だった得点が13.766点に変更され、 チャイルズが5位位から3位に浮上13.700点を出していたバルボスは4位に転落したのだ。この判定結果にルーマニア側は憤怒マルチェル・チョラク首相が自身の Facebook でルーマニアの女子選手たちが不名誉な扱いを受けた今回の体操界の不祥事を受けて、私はパリオリンピックの閉会式に参加しないことに決めたと、ボイコットを公言、お公原。 同国体操連盟もスポーツ仲裁裁判所 CAS に訴える事態となっていたそして10日に CAS は訴えを認可これを受けて IOC は銅メダルをアナ・バルボス選手ルーマニアに再配分すると公表さらに私たちは再放納式と銅メダルの返還に関してアメリカのオリンピック・パラリンピック委員会と協議するため ルーマニアと連絡を取っていると次なる動きについても言及したこの展開に落胆から一転して歓喜するのはルーマニアメディアだ日刊誌ガゼタスポートリラーはバルボスがメダルを取り戻すという体操界では前例のない異例の措置だと大々的に報道 CAS が米代表チームの抗議は1分以内という規定から4秒超えていたと結論付けたことを伝え わずか4秒が運命を再び変えたこれは体操界において本当に前例のない決定だと興奮気味にリポートした。なお今回の決定に対して米国体操連盟と米国オリンピック・パラリンピック委員会はチャイルズの床運動の難易度に関する採点は誠意を持って行われたものだったとし再び訴える意向を示している。